2年前にウトが浮気した時のこと。辛労で倒れたトメを助けに駆けつけた時。恋する権利は誰にでもある。俺は別に、誰にも迷惑かけてない。と言い、ブチギレた夫と殴り合いになっていた。その後、ウトメは離婚し、ウトはすぐ浮気相手と再婚。昨日、ウトが家に来た。現妻が浮気して出て行ったんだと。トメ子はどうしてる？今更ながら、あいつの気持ちが分かった。謝りたい。とか言いやがるので、ガレージに連れて行って。恋する権利は誰にだってあるし、現妻さんは誰にも迷惑かけてないと思いますよ。トメさんのこと気になるんですか？今更。多分、ここにいると思いますよ。そこに、釘をいっぱい打った跡があるでしょ？ウトさんの真後ろですよ。ウトがうろたえながら。え？どういうことだ？とか言ってたので、洗濯ロープを持ってきて差し出して。そこに釘を打って、これでぶら下がってたんですよ。足元にへこみがあるでしょ？苦しくて散々暴れた跡ですよ。トメさんの気持ちがわかるようになったんなら、ウトさんも、そこにぶら下がってあげたらどうです？後始末は私がしますよ。トメさんの時も私がしましたから。あの苦悶な顔、ウトさんへの恨みがこもった顔。忘れようにも忘れられませんよ。と言ったら、ガクガクブルブルな顔して、すごい勢いで帰っていった。スカッとした。ちなみに、トメはその日、パン教室に行ってて留守でした。手作りフランスパン、うまー。トメは一生ウトに会いたくないと言って、自分が死んでも葬式にも来させるな。来たら塩まいて追い返してくれ。と言ってたんで大丈夫。実際、私の話を聞いて、腹抱えて笑ってたし。あと、ウトが自殺しても、私の心は全く痛みません。浮気中は、私たち夫婦がどんなに止めても、夫やトメを殴ってでも、浮気相手に会いに行き。私にまで、いつか、丸尾、夫もこうなる。受け入れることを学べば幸せになる。とかめちゃくちゃなことを言ってた男ですよ。戻ってきたのは、99%、トメか、私たちに、自分の面倒を見させるため。家事一切やらないし、できないから。トメは、こんないい人は、見たことがないってレベルの、可愛い人。弱っても、面倒を見る覚悟はできてるよ。でも、ウトの面倒は絶対に嫌。ウトが嘘に気づいて、文句言ってきたって、証拠があるわけじゃないので、全然平気。